はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、先日、コメント欄の方で教えていただきましてですね、エアフォースワンのウィートナーのダークモカーですね、こちらの方がですね、この間購入したということで、そうですね。そのあたりの様子というか、こんな感じでしたよ、スニーカーズのサフで買ったんですよね。そうですよ。というのと、あとリーク情報がいくつか、ね。そうですね。そのウィードなんですけど、他のね、モデルの方で、いくつかリリースがあるみたいで、そのうちのちょっと紹介するのと、あとですね、来年発売予定のダンクローの、新たな実物の投稿がありましたんで、そちらの方とですね、あとですね、11月に発売されるんじゃないかと言われてる、ナイキ SB ダンクがあるんですけど、についてやりたいなと思いますね。あと音楽の話あります。はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価お願いします。早速なんですけども、この間ですね、コメント欄の方で教えていただきました、スニーカーズのスタッフの方でね。教えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。実は無事に購入することができたような、ということなんですけども、教えていただいてですね、まずスニーカーズのスタッフのアプリ見てもアプリでちょっと見つけれなかったんですね。僕もそっちになりました。で、サイトの方ね、ブラウザーで開いてみると、ブラウザーの方で見ると、商品の方がありまして。ページがもうあったんですよね。そうなんですよ。で、ナイキエアフォースワンのこのウィートですね、こちらの方がね、商品29センチもあったんで、僕のサイズで注文することが。最大で30センチまであったんですね。ちょっと注文するときに、あれ値段いくらやったっけっていうのになって。言ってましたね。で、確認すると、あれ1万4000円なの、あれ安いなってなって、送料無料のはずだったんで、あれ安いんちゃうんって思って、選んでたら、最終的にね、消費税が含まれてない金額だったので、消費税込みになると、スニーカーズとちょっと比較してたんですけど、買うときに。スニーカーズよりかは若干高く、300円ほど高くなってたんやかな。っていうような感じで、無事に購入することもできまして、メールの方も、購入処理の、規定も確認のメール来てたので、問題なく。一応、抑え入れてるっていうことですよね。発送のメールがまだ来てないので、ひょっとしたら、これ発売日の方が、10月の8日なので、ひょっとしたら8日に発送しましたみたいな。メールが来るんじゃないかなと思ってるんですけど、ね、今やってしまうとね、スニーカーズの発売よりもフライングで発売されてしまうので、ちょっとね、他のところでもね、ひょっとしたら変えてたかもしれないんですけど、早めに入れておきたかったなということで、フットパトロールにね、確か来てたと思います、ね。あ、そうなんですか。確か来てたと思うんですけど。今後ね、また商品の届きましたら、こちら紹介していきたいなと思います、ね。そうですね。これなんですけど、2001年に発売された COJP のウィートというモデルの復刻といいますか、という形で来てまして、見てもらったらわかると思うんですけど、ティンバーランドのね、ブーツをこう、彷彿させるようなデザインになっているんですけど、ちょっとこれについてですね、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、ナイキブレザーミットで、ウィートというモデルの方が発売されるみたいで、これね、今見てもらってる写真っていうのはもう公式写真なんで、おそらく近いうちに発売が来るんじゃないかって言われてるんですけど、フィアレスが今回買ったような、復刻されたエアフォースと同じようにですね、スウェード素材の、ボディで、一応これガムソールになってるんですけど、で、かかとの部分のナイキっていうのがね、なんか白いレザーになってるんですけど、このような形で来てましたね。ただ発売の時期っていうのは書いてなかったんですけど、まだ明確にやってなかったですね。おそらく年内に発売されるんじゃないかと思います。公式写真が出てきてるのに、近い時期だと思うんですけど、こういうのは来てましたね。こちらの方もね、また詳細の方分かりましたら、発売日だったりとか、日本での発売っていうのが分かりましたら、動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。続いてなんですけど、ちょっとね、思い出したんですけど、ちょっと、そうですね。オープニングで言うの忘れてたんですけど、これなんですけど、スニーカーズの方に、僕が気づいたのは夕方頃に気づいたんですけど、デンハムとナイキエアマックス90のコラボのインフラレッドも来てまして、こちらの方がね、10月16日の朝9時で発売来てまして、なんで、もうこれだけなんですかね。これだけ売るみたいですね。今出てきてるのはこれだけですね。そうですよね。なんかデンハムの、
あのサイトで売られた95であったりとか、はい、あの数が少ないんじゃないかって言われた AirMax1 に関してはちょっとあのなんていうんですか、ページが来てなくてこの90のモデルだけ来てるんですよね。そうですね、はい、ただここでね、まあ、ヒアレスあのリーバイスと の, あのリーバイスバイユーで買った AirMax90 とかがあるのでありますね、まあどうしようかなって感じですよね。そうですね、はい、欲しかった方で、まあ、スニーカーのように今回来てるので、まあ、こちらの方がお求めになれるんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい、はい、あの続いて、はい、ナイキダンクローの、はい、ウィメンズに、そうなんですね、なっちゃうんですけども、はい、レーサーオレンジ、レーサーオレンジというモデルですね、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、以前ね、来年発売されるんじゃないかと言われてましたナイキダンクローのウィメンズで、はい、いくつかで一気に持ってる方の投稿があったんですけど、それ以外で、まあ、単品でこうやって見せてる投稿がありまして、はい、これいわゆるレーサーオレンジと言われるモデルで、まあ、ウィメンズになるんですけど、ですね、このね、ウィメンズのダンクローに関してなんですけど、あ、これメンズももしかしたら含まれた話になるかもしれないんですけど、来年ね、新色15足ぐらい、発売するっていうふうに書いてたんで、あ、まあ、そのうちの一つになるんですけど、いくつか以前にね、あのダンクこんなん出るんじゃないかっていうリークやったんですけど、うん、はい、おそらくそれ以外になんかまた出てくると思うんですけどね、はい、まあ、その中のうちに含まれてるウィメンズのこのレーサーオレンジっていうカラーなんですけど、はい、まあ僕これ色はね好きなんですけどね、はいはいはい、ただちょっとサイズ日本国内では難しいのかな。そうなんですよ、ね、まあ買うなら海外かなっていう感じですね、はいはい、まあ、これで実物の投稿が出てきてるので、はい、まあ、来年の発売に期待したいですよね。まあ、またあのメンズの方もね、はい、そうなんですよ、出てくるという話もありますので、はい、またこのあたり、ね、情報出てきましたら、はい、あの動画でお伝えしていきたいなと思います。で続きましてですね、はい、これすごくね気になるんですよ僕、はい、あの、はい、ナイキ SB ダンクローのエレファント、はい、そうなんですよ、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、持ってる方の実物の投稿がまたありまして、はい、でですね、この時期にこうやって増えてきているので発売が近いのかなと思ってたんですけど、やっぱり11月っていうふうに一応来てました。ただ11月は、はい、日にちに関しては出てきてないんですけど、11月におそらく発売されるっていうふうなことが来てたんですけど、はい、まあ、これ以前にもお話したんですけど、あの2006年に初めて発売されたアトモスと AirMax1 のコラボで、はい、AirMax1 とのコラボで、はい、まあ、エレファントってあったんですけど、はい、それがね落とし込まれてる、ナイキ SB ダンクなんですけど、これ、はい、もうそのままですよね。そうですね、スウッシュのカラーといい、はい、シュータンの周りのブラックといい、まあ、その、はい、いわゆるねトゥーの部分であったりとかの、まあ、ブラックエレファントっていう柄が使われてるんですけど、はい、これね僕ちょっと欲しいですよね。いいですよね、はい、なんでナイキ SB ダンクに関してはですね全然変えてないので。そうですね、そうなんですよね、だからね、まあ、ぜひともねこの11月にこの一足ちょっと欲しいなと思うんですけど、ゲットしたいですね、はい、はい、まあ、こうやって実物の投稿いっぱい出てきているので、はい、まあ、発売日の方がまた分かれば、そうですね、はい、こちらご紹介したいなと思うんですけど、はい、はい、今日音楽情報の方ありますか？はい、はい、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、はい、トラビス・スコットが以前 M&A とヤングサグフューチャリングで、フランチャイズっていうねマクドナルドのコラボの中に出した、はい、はい、シングルがあるんですけど、ジミー・キメルという、まあ、アメリカの有名なトークショー番組がありまして、はい、まあ、ジミー・キメルという方がしかやってました、はい、そこでね音楽のコーナーといいますか、そのテレビのスタジオにですねゲストを招いて、はい、まあ、パフォーマンスするっていうのが結構有名な、まあ、番組なんですけど、はい、こんな、世の中なんで、まあ、そのスタジオの方に現れて、スタジオライブっていうことはなかったんですけど、はい、その代わりね、なんかそれ用にミュージックビデオみたいなのを、まあ、トラビス・スコット側が用意してまして、こんな形でね、あの流れてたんですけど、オープニングでベンツのゲレンデに乗って、はい、まあ、疾風しながらですね、なんかあの、なんていうんですかね、その車の中で、白い T シャツの上に、あの、マクドナルドのフライドポテト食べてるんですけど、はい、それをこぼした瞬間に、そのフライドポテトが T シャツの生地の中に染み込んでいって、はい、奥深く入っていって、はい、それでですね、それをね、トラビス・スコット追いかけてるのがわかんないですけど、自分もその生地の繊維の中に入ってしまって、はい、そっからね、パフォーマンスするってよくわかんない、はい、ビデオなんですけど、はい、これちょっと見てもらいたいんですけど、そのゲレンドに乗ってる時は、足元エアジョーダン3のモカでしたね。あ、そうなんですね、あとね、パフォーマンスしてる時の足元がね、よく見えなかったんで、はい、あの、このビデオを見て、あの、なんていうんですかね、スローで、もしこのトラビス・スコットがパフォーマンス中に履いてるスニーカーが何か分かったら、またコメント欄の方に教えてもらいたいですよ。はい。はい、僕、あの、止めてみるのなんかしんどかったんで、コマ送りにしてみるの大変だったんで、ちょっとそこまで確認してないんですけど、あ、はい、もし分かる方がいたらですね、またはコメント欄に書いてほしいですね。はい。あの、この YouTube の動画の方ですね、概要欄に貼っときますので、はい。はい、もしよければ見てもらいたいですね。はい。以上です。はい、あの、またウィードの方ですね、はい、あの、届きましたら、あの、こちらの方で開封の方で、開封の方でやっていって紹介したいなと思っておりますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カインドリスでした。さよなら。
I'm sorry but it's evident Uniform 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing, visions that